はい、おはようございます。ミスターマイアミさん。いつもお世話になります。ソカ塾の久保です。最近はですね、ミスターマイアミさんの動画に触発されて、自分も動画作っていこうみたいなね、そんな声も聞かれるようになりました。この話はもうちょっとね、掘り込んで、この動画の後半の方でお伝えしようかと思います。はい、それでですね、今回いただいたメッセージの中で、ソカ塾プレミアム2というものをね、気に留めていただいてありがとうございます。そうですね、ちょうどミスターマイアミさんは、先月ですよね、ソカ塾プレミアムに参加したばかりですよね。だからプレミアムで学べるということは学べるんですけども、私がね一つ思うのは、その FX っていうのはリアルタイム感も結構大事だと思うんですよ。もちろんコンテンツで学べるんですよ。コンテンツで学べるんですけども、そのもうすでに固定化したコンテンツで学べるところもあれば、どんどんね今同時進行によって学べるところも大きいと思うんですよ。だからこのプレミアム2っていうのはですね、プレミアムに途中で参加した方向けといいますかね、発売時期っていうのは去年の6月が第1期だったんですけども、そこと、時期をずらした方にとってはものすごく朗報だと思います。で、プレミアムのね前作1の方に参加した方にとってみれば、プレミアム2っていうのは1円以上で参加 OK ですからね。またお金取られるのかよっていうような金額ではないと思うんですよ。1円以上のお支払い、いくらでもいいです。1000円でもね、3000円でも、それこそ500円とかね、日本以外の国でしたら10ドルとか20ドルとか、適当に設定していただいて構いません。上限は30万円ぐらいで考えていただければよくって、これがね、ソカ塾のね、独特といいますか、こういう支払い方で面白いですよね。参加意思を表明するのに入金はいただきたいけども、金額は1円以上でいいですよと。超ミニマムですよね。もう株式会社も作れちゃう金額ですね。はい、それでプレミアム2で今度同時進行で講義がどんどん追加されたりとか、集まってなんかね、セッションするところも、体感していただいたりとか、ライブ放送とかもやってくださると思いますし、私も時に触れて、その時最新のですね私の気持ちとともに FX の取り組み方っていうのもお伝えできると思います。中村トレーダーとの、ね、対談も予定してます。多分そのプレミアム2の間で何回も対談を入れていくと思うんですよ。私がわざわざね東京に行って中村トレーダーとお話してみたいなことをやったりとか、行けなかったらちょっとライブ対談みたいなことに、ねなっちゃいますけどもね、非常に内容盛りだくさんで、私自身もまた一から鍛えられるなと思ってワクワクしてますんで、ご一緒いただければと思います。さあ、それでミスターマイアミさんからいただいた質問、電子マネーの件ですよね。確かに日本って多いんですよ。なんか東日本、西日本、ローカルマネーとかね、いろいろあって困っちゃいますよね。会社によっても打ち出すマネーが違いますし、一番日本で流行ってるのは T ポイントなのかなと思います。T ポイントっていうのが最も汎用性が高くて、現金に一番近いのは T ポイントだと思います。使い勝手もいいですしね。で、クレジットカードに盛り込まれてますんで、買ったら一人でにね、ついちゃうみたいな。ヤフーを使ってもそうですし、電気代払っても T ポイントつきますし、古本を買ってもガソリン入れても、とにかく T ポイントがつくんでいいなというところでございます。なんとかペイってものに関しましては、最近ここね1年2年で出てきたんですけども、私が考えてるのは、PayPayが一番いいんじゃないかなと思います。最も使いやすいですし、どんな田舎町にも PayPay の支払いっていうのは用意されてますしね、この還元率もだいたい上限はあるにしても 20% 戻ってきますので、先ほど申し上げた T ポイントと組み合わせていくと、T ポイントもつく。PayPay でキャッシュバックもつくということなんで、なかなかお得なんではないかなと思います。ですので、迷われたら PayPay から始めるといいかなと思います。最もこれからね、息が長いものであり、カバーしている範囲が広いのが PayPay だと思いますので、私が主に全てのこのね、クレジット決済というのは PayPay に統合するんではないかなっていうぐらい思ってます。対抗馬としては、利用者の多い LINE Pay っていうのがね、ありますんで、LINE Pay、PayPay、PayPay が8割、2割ぐらいで軍配が上がるかなと。今のところ LINEPay っていうのは2割ぐらいの強さなのかなと思いますけども、これから先は LINEPay の方が強くなるかもしれないですね。LINEPay の支払い方法も結構ね簡素化されてきたんですよ。 PayPay っていうのは一番簡単にパッと払えるんですけども、 LINEPay っていうのは今のところ入金金額をお客さんが自分で打ち込まないといけないんで、それがちょっとね違和感といいますかね、そこまでできるのかなって思っちゃいますよね。そんな感じで迷われたら PayPay から始めるといいと思いますし、最強なのは T ポイントカード。T ポイントカードっていうのはクレジットカードで一時的につきますんで、スマホで決済とかね、二度手間がいらないってことがありますよね。だから私の場合はまだクレジットカードの方が慣れてますんで、スマホで支払いっていちいちこれ開けてこうやってアプリを探してみたいなことで結構手こずるんですよ。これだったら簡単ですから、店の方に渡したら終わりなんでいいかなと思ってます。はい、動画本数のことですけども、そうですね、動画はねいろいろ上げていったらいいと思うんですよ。特にミスターマイアミさんは日本の視聴者さんに見せていこうと思ったら、普段の生活の場がすでにエンターテインメントなんですよ。もうちょっと具体的に言うと、運転するじゃないですか。運転してるところを車載カメラじゃない、スマホをねカチャッと固定してバーッと撮っとくんですよ、5分間ぐらいで。そこに軽く音楽をかけて、あとトークも何もなくていいですから、それを量産すると、タイトル的にはね「どこどこストリートです」とか「なんとかアビニューです」って書いとくと、ああなんかマイアミってこんなところなんだみたいな感じでね。で天気の日ばかりじゃなくて土砂降りの日とかスコールの日とかね、大風が吹いてる日みたいな、こういったアクシデントとかね、イベントといったらちょっとね悪い言い方になっちゃいますけども、そういった自然災害とか天候とか普段じゃないところをお見せすると、やっぱり見てみたいなって興味を引くんじゃないかなと思うんですよね。あとはなんかね、何気ないそのセブンイレブンっていうのもいいと思います。マイアミのセブンイレブンと日本で使い慣れてるセブンイレブンとの違いに多くの方がなるほどって思うんですよ。それはね店舗の内情とかは難しいんで、外観外観でもいいと思うんですよ。駐車場の広さとか、あと走っていくね車が、あ日本車本当に多いなとかね、あでっかい車があってトヨタって書いてあるけど、あれこれなんだろう、あ日本では売られてないけどもアメリカではこういうのが、北米ではこういうのが流行ってるんだみたいなね、あいいな逆輸入にしようかなみたいなね、あの車って何ですかって質問が来るかもしれませんね。動画ってのは受け取る人が一つの風景でも街を見るのか、天気を見るのか、人を見るのか、店を見るのか、車を見るのか、いろんな要素に分かれてるんで、まずはね何も考えずにこんなもん誰か見るんだみたいなことを量産するっていうところから始めていったらいいと思います。で徐々に自分が発信したものの中で反応のいいものに絞り込んでいって専門チャンネルを作るっていうね、そういうやり方があるかなと思いますよね。もちろん自分の得意分野を一本でずっと行くのも一つのね凡事徹底の方法だと思いますけども、自分のテーマが決まらないうちは視聴者さんに決めてもらうって形がいいかなと思います。例えば100本動画を上げて、その中で人気のあるテーマがこれなんじゃないかなと思ったら、今度はそのテーマに絞り込んでシリーズ化していくみたいなね。再生リストっていうのが YouTube にありますんで、その再生リストをうまく使うことによって再生数が稼げていきます。直近で言いますと、私ナイトライダーシリーズの再生リストがかなり人気を集めてるんですけども、第1話がたくさん見られると第2話、第3話、第4話っていう風に再生数は徐々に落ちていくんですけども、やっぱり関連して見られるっていうこともね起きてきますんで、活用していただきたいと思います。 YouTube 活用法の中の一つ、テクニックの一つ、再生リストを使う、タイトルを統一する、こういうものがあります。私のタイトル「ナイトライダー」第1話第2話ってやってますけども、あれ再生リストの特徴です。はい、それでですね、その他後半でお伝えするっていったことなんですけども、岡山県にお住まいのこれ山根さんっていう方がねいらっしゃるんですよ。私も仲良くさせていただいて、この前もね、村にお邪魔したんですけども、この山根さんも結構味わい深い YouTuber なんですよ。もちろん再生数爆発的に伸びてるわけではないですけども、でも一歩一歩上がっていってですね、いろんなテーマを本当に田舎に住んでいる人の目線っていう形でね、何の飾り気もなくお送りしてるのがものすごく私と共通するところもあったり、ミスターマイアミさんと似てるようなところもあって、とっても楽しい情報発信の方法なんじゃないかなと。なぜね構えてみなくていいんですよ。何か仕掛けられるんじゃないかなみたいなことじゃなくて、本当に友達が友達に語りかけてるみたいな感覚なんで、是非ね、この岡山の山根さんとミスターマイアミさんとね気が合うんではないかなと思いますんで、動画のやり取りとかしてもらったらいいかなと思います。よろしかったら私がおつなぎしますんで、またね直接やり取りしていただければと思います。Facebook を通じてが一番スムーズかなと思いますんで、 Facebook を通じてお互いにやり取りするような段取りをもしね取って活かしていただいていいようでしたら、そういう風にさせていただきますね。はい、あとね動画のことについてなんですけども、タイトルとかサムネイルっていうものがねすごく本当は再生数に関わってくるんですよ。でサムネイルをいちいち作っちゃうと手間がかかりますんで、まずはタイトルだけ考えていけばいいのかなと思います。タイトルをですねやっぱりキャッチーなものにしていく、流行ってるものにする、多くの人がなんだろうこれって思えるようなものにすると、あまり過激にすると釣りタイトルになっちゃうんでおすすめできませんけども、なんかマイアミのなんですかね台風は日本の10倍みたいなことを書いていくと本当かいなみたいな見てたりとかねしてね、そういう台風の風景とかが受けたりするかもしれませんし、他にもね、ちょっと今すぐは思いつかないんですけども、その動画の一番ここを抜け出したいんだみたいなね、ワンショットワンシーンここ注目してほしいんだみたいなことをタイトルに書いていくっていう方法がありますんで、これも少しずつ、ね、進めていきましょう。はい、ということでございます。で最後になりますけども、ミスターマイアミさんにちょっとねプライベートな質問をさせていただこうと思います。本当に大丈夫かなと思うところがありますけども、今日は2つ聞かせていただきます。1つはね女性観なんですよ。やっぱりミスターマイアミさんもご家族いらっしゃって、長い人生を経験する中で異性ってものを意識する瞬間っていうのは当然ありますよね。そこでですねミスターマイアミさんにしかこれは答えられないと思うんで聞いてみたいんですけども、日本の、ね、女性ってものがいますよね、当然ですけども。で今度マイアミに行くとマイアミにいるいろんな人種の女性を見ると思うんですよ。そこについて、私の個人的見解だとやっぱりね、なんかこう身内意識ではないんですけども、見られている日本の女性の方が好感を持てるっていうかね、一言で言ったら見た目で好みに近いわけなんですよ。で、西洋の方とかね、東洋の方いろいろいますけども、なんかこう鼻が高かったりね、目がキリッとしてるとか、なんか映画スターみたいなんですよね、皆さんね。そういうふうに私見えるんで、ちょっと距離感を感じると言いますかね、なんかもうなんですかね、デザインみたいに見えるわけなんですよねそういった感覚が私にはあるんですけども、一言で言ったら日本人女性の方がね、好きだなという形はあるんですけども、ミスターマイアミさんの女性感ってのはどういうふうに触れてるのかなという、いきなりこんなことを聞いていいのかなと思いますけども、多分ね、男性共通の思いだと思いますんで、本当にね、白人の女性とか、それから東洋の神秘みたいな女性が本当に素敵だなと思われる方もいると思うんですけども、個人的にはどうかなということで聞いてみたいと思いますで、2つ目の質問なんですけども、映画とか音楽なんですよ。やっぱり国をまたいで暮らしていると、ドイツの音楽とかね、ブリティッシュミュージックとかいろんなものに関わると思うんですけども、私もですね、そうは言っても青春時代はずっと洋楽派、メガデスとかね、モトリ・クルーとかね、それからイングベン・マルミスティーンとか、アイアン・メイデンもそうですしね、そういうふうな、洋楽と、特にヘビーメタルとか、スラッシュメタルみたいなね、そういうふうな激しいね、音楽に気を引かれたりとかして、で最近なんですよ、この日本という国の伝統ある音楽にまた興味を持ち出したのはということなんですけども、ミスターマイアミさんはいろんな音楽に触れる中で、やっぱりこうアメリカのカントリーミュージックだとかね、50s とか 60s みたいなのもかかると思いますけども、結局はやっぱり日本の歌謡曲が好きだよみたいなことがあるかもしれませんけども、音楽はどんなものが好きかなと、もちろん今は聞いてないけど昔こんなんが好きだったよっていうのもね、聞いてみたいなと思いますんで、よろしくお願いします。同時に映画のこともそうですよね。私はね、ナイトライダーとか大草原の小さな家みたいなアメリカのホームコメディとかホームドラマとか結構好きなんですよ。で、アメリカから輸入されてきたね、ロッキーとか、それからランボーみたいな、ああいうね、なんかバイオレンスといいますか、アクションといいますか、そういうのもね、大好きで見るんですけども、やっぱりそうは言ってもね、男はつらいよみたいなね、純日本の映画も好きですし、それからね、武田鉄矢さんの金八先生みたいなね、なんですかね、もう先生ものも好きだったりね、なんかいろいろあるんですけどもね、結局映画に国境はないというところに落ち着くんですけども、その辺いかがかなと、特にこうエンターテインメントムービーのあたりで、こんなもんが、こんなタイトルが好きだよみたいなのがあったら 2,3 本ちょっと例を挙げていただければ、私もそれね、ミスターマイアミさんの感性を知る上でその映画ちょっと追随して見てみたいなと思うんで、何か紹介していただければ幸いでございます。バック・トゥ・ザ・フューチャーもね、かなり面白いですよね。日本ではああいうの作れないですよね。ということで今回の動画は以上でございます。それではね、この動画をご覧になってみてミスターマイアミさんに興味が出てきた方、そして岡山に住んでいる西粟倉村の、山根さん、よろしかったらミスターマイアミさんとさらに深く関わる意味を込めまして、元ネタと言われるミスターマイアミさんからの返信動画の方もご覧ください。それでは以上です。